おとといレース中の事故が原因で26歳の若さで亡くなったオートバイライダーの加藤大二郎選手、昨日のスポーツ新聞でも大きく報じられていました。時刻は7時39分になります。今日のアングルです、はい、おはようございます。おはようございます。おととい26歳の若さで亡くなった加藤大二郎選手、日本よりもむしろ海外で有名な方で、例えばヨーロッパであなたが知っている日本人の名前を挙げてというと、すぐ加藤大二郎とあのサッカーの中津選手の先に名前が上がるほど、そうなんですね、世界で注目されている人だったんです、はい、そんな加藤大二郎選手のオートバイ人生を今日は振り返ります。天才ライダーと呼ばれながら26歳で亡くなった加藤大二郎選手、その早すぎる死は日本国内はおろか世界中に大きな衝撃を与えました。解説者で加藤選手と同じチームにも所属する辻本さんにお話を伺いました。いやこれはもう本当にもう本当に日本だけじゃなくてね、もう世界中がこう悲しみくれてると思いますね。日本よりも本当世界での方が有名と言いますかね。あ、そうなんですか、うん、そういう本当にすごいやつでしたよ、はあ、3歳で子供用のポケバイに乗り始めた加藤選手、その後16歳でロードレースにデビューしてからは日本国内のタイトルを次々に取っていきました。そして2000年23歳で世界に進出、250cc クラスの世界選手権でも次々と優勝、世界にその名を知られるようになりました。本当に大きい舞台で活躍するっていうのがね、やっぱ彼の強みでしたよね、うん、直線では最高時速320キロものスピードを出すオートバイレース、その難しさの一つはいかにスピードを落とさずに最短距離で急カーブを曲がりきるか。しかし加藤選手はそこで天才的なバランス感覚とテクニックを発揮したのです。2001年にはその功績が認められ、サッカーの中山選手やメジャーリーグのイチロー選手とともにオートバイ選手としては初めて文部科学省に表彰もされています。二輪の世界が、まあ、レース自体をもっと、皆さんに知ってもらえるようになっていけばいいなと思います。そんな加藤選手、オートバイを離れると妻と子供を大切にしている普通の優しい青年だといいます。この人本当にレーサーなんですかっていうぐらいの、そういうこう本当普通のね、優しい青年だったんですけどもね、いざこうヘルメットかぶってサーキット走ると本当にもうすごい力を出すっていうんですかね、もう、うん、その辺のこうギャップですよね。だからそれがやっぱ彼の本当の魅力っていうんですかね。そして迎えた今月6日、鈴鹿サーキットで行われたロードレースの最高峰 MotoGP 世界選手権は、加藤選手にとってまさに名実ともに世界一の座への挑戦となるレースのはずでした。実はその1週間前には加藤選手には待望の2人目の赤ちゃんが生まれていました。このレースが終わったら名前を考える、そう言ってレースに臨んだのでした。しかしさあ、ドロンといった転倒しています。おっと動けない、コース上で倒れています。ライダーがコース上で倒れています。いやこの先本当にそういう世界チャンピオンを目指せるライダーがしばらく出てくるのかなっていうのが一つありますね。やはりやつのその力っていうのは本当にもう世界では認めてましたから。本当に残念な若すぎる死だったんです。そして彼の最後のレースを実況していたのが長谷川アナでした、うん、そう長谷川さんね、みんなから大ちゃん大ちゃんって愛されて、本当に可愛らしい方で、直前まで子供さんと一緒にいたり冗談言ったりするんですけど、ヘルメット被ると本当に速くて、そのなんていうんですかね、本当に人気があって可愛らしい方だったんで、チャンピオン狙えるだけに本当に残念です。本当に信じられない思いです。改めてご冥福をお祈りいたします。さあ続いてはこちらです。